感情を捨てろ。で、これ何かっていう話なんですけど、これもその一つ目と結構近いですね。自分の書きたいことは書かずに、自分の感情っていうのを捨てる。だから、例えば、じゃあブログの稼ぎ方っていう、その、じゃあキーワード、そういったテーマで書くとしますよね。で、そうなった時に、じゃあある人によってはブログで稼ぐイコールアフィリエイトで稼ぐみたいな、まあこういう考え方を持っていたりとか、またある人では、じゃあブログで稼ぐんだったら SNS も使うべきだよね、みたいな、まあそういう考え方を持っていたりとか、またある人の考えでは、いや、これからのブログの稼ぎ方だったら、ブログと YouTube、また SNS、まあこういった感じで全てをこうセットにしてやっていくべきだ、みたいな。そういった感じで人それぞれで、その、まあ考え方っていうのは少しずつ変わってくると思うんですよね。それら全ての人が仮にブログで稼いでいたとしても、例えば A さんっていう方は、ブログで稼ぐイコールアフィリエイト。B さんだったら、ブログで稼ぐイコール、Twitter 発信も頑張るべきとか。また C さんだったら、ブログで稼ぐイコール、まあ現代だったら YouTube もすべきだよね、みたいな。まあこういったところで、まあどうしても自分の感情っていうのが入っちゃったりするんですよね。で、ここに関して、もちろんその感情を持つことってもちろん大切なんですけど、まあただ、どうしても自分の感情っていうのを前面に押し出してしまうと、情報が、まあ平等じゃなくなるというか、例えばじゃあ僕の前どういう書き方をするかっていうと、まず完全に頭を真っ白にして、フラットの状態でこう、事実だけを述べていく。で、述べていった後に途中で、まあ具体例とかを混ぜていくんですけど、僕のスタイルだと。基本的にでも文章ってこのスタイルだと思います。主張、理由、具体例。まあこの順番になるので。で、具体例の場所で僕は自分の経験だとかを混ぜて、で、そこでだけ自分の意見を入れるっていう、まあこういうスタイルですね。だから、基本的に最初は完全にゼロ。頭の中真っ白にして自分の感情っていうのを全て捨てて、その状態で書き始める。これもすごい大切だと思います。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあそういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかに聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあそのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。